はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズです。今回飲んでいくウイスキーはこちら、はい、ベンロマックの10年のニューラベルになりますかね。私旧ラベルがどんなのかちょっと知らないんですけど、これ買ってみました。なんかネットで見てたら結構賛否分かれてる感じなんですけど、ちょっと気になったんで買ってみました。で、お値段の方はですね、Amazon さんでだいたい5650円ぐらい。ちょっとお高いぐらいの感じですかね。10年にしてはね。はい、じゃあ早速飲んでいきたいと思います。行ってみましょう。よいしょ。なんかね、こう、ちなみに、ごめんなさい、箱がね、箱に入ってたんですけど、これ、なんかこう、8巻みたいな、わかりますかね、こう。8巻取ってるっていう、なんかいろんな賞を取ってるみたいですね。で、これが、そのニューラベルになってから取ったのがわからない。ちょっと調べたんですけど、ちょっとわかんなかったですね。はい。で、ちょっと開けてみましょう。色は結構濃いですね、10年にしてはね。あー、なるほど。あー、なるほど。ちょっと。結構私好きかもしれないですね。はい。一応、ピートの香りが漂う感じですかね。うん。ウイスキーの説明しなきゃいけないよね。ある程度ね。で、一応、1898年に設立された蒸留所。1993年に老舗のボトラーのゴード&マクファイル社がオーナーとなりました。上質なスコットランド産の大麦と湧き水を使用し、経験豊かな、ディスティラーが作るベンロマック。ニューボトルはよりピートとスモーク感が増し、深いシェリー香とナッツやベリーが10年ものとは思えない味わいですということですね。はい。じゃあちょっと香りからね。ボーモアみたいな感じの香りですね。そんなに強いピートの感じではないです。んで、結構スモーキーな感じもしますね。ただ、その感じは、ちょっとおとなしい感じかな。いや、その、おとなしいというか嫌じゃない感じ。そんなにこう、きつくない。これはでも、すごく私、良さげな感じですね。Amazon のレビュー見てみると、結構やっぱり、星5つが 72% で、多いんですけど、ちょいちょいやっぱり、なんかこう、そうでもない、な的なコメントが多いですね。で、共通してるのは特徴がないっていうふうに書いてる方が多いですかね。ちょっと味わいたいと思います。いただきます。乾杯。ああ。すごい飲みやすいですね。舌にピリピリってアルコールの刺激が来るんですけど、喉には全くほとんど来ないですね。アルコールのこのビリビリ感が結構低い。10年の割に。これはいいかもしれないですね。ボーモアよりも、私こっちの方がいいかな。ボーモアより甘いですね。で、開けたてでこのぐらいのピリピリ感だったら、しばらくするともっとこう落ち着いて、美味しいんじゃないですかね。これはいい。私は好きですね。ちょっと加水してみましょうか。加水すると、なんかフルーティーな感じがふわーっと立ちますね。これはいいかも。これ、なんかこう、長熟のやつがあるのかな？ベンロマック。ちょっと見てみましょうか。でも美味しいというか、15年があるんですけど、15年になると12,700円って倍以上になっちゃいますね。そうですね。だいたい6,000円前後ってことですかね。あとカスクストレングスもあるんですね。なんか2008年度版とか。ベンロマック、ピート&スモーク。
なんかいろいろ種類がありますね。ベンドマップ。あ、これがあれか。古いラベルかな。ベンドマップ10年。あ、こんなラベルなんですね。ベンドマック。ピートスモークシェリーダル熟成2010年。ああ、なんか、ベンドマックオーガニック。なんかいろいろあるな。わかんないな、これ。ベンドマック差し替えやウッドフィニッシュ2011年。いやー、この辺のなんかシリーズものはちょっと手を出してえらいことになりそうですね。あ、今、ベンドマックパックっていうのが200ml3 本で9000円ぐらいで売ってますね。ちょっと割高かな。ベンドマック10年、ピーター&スモークオーガニックの。でも買うとしたらあれだな、ベンドマックの15年が私的には魅力かな。あ、加水すると甘さがぐっと引き渡しますね。でも加水するとブロマーとはちょっと違うような感じになりましたね。15年のベンドマックの10、レビューを見てるんですけど、日本語はないですね。これもなんかあれですね。割れてる感じします。まあ、ほぼほぼ星、79% が星5なんで、あれですけど。15年は、大きい、チャコール、甘いキャラメル仕上げ。大きいってなんだろう。多くのことだから、ウッディとかそういうことなのかな。木の香り。木の香り、それはしないですけどね。結構独特っていうか、これ、ベンドマックの風味なんでしょうね。しますね。美味しい。なんかナッツとか、そういうのとおつまみに合いそうな感じしますね。飲んだ時に、ピートの香りとかそういうスモーキーな感じがガツンとくるようなタイプではないですね。香りはピートなんですけど、ピート効いてるなってするんですけど、雲と、割と甘い感じがしますね。美味しい。これいいんじゃないですかね。ただ値段的に5,700円弱ぐらいしちゃうので、まあちょっと初心者の方におすすめはちょっと厳しいですけどもね。もともとそのピートの香りがするので、初心者のおすすめにはできないですけど、面白い。独特ですね。はい。説明欄、概要欄の方にアイテムリンク入れておきますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。はい。よかったらね、チャンネル登録とグッドボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。はい。あと、ツイッターもやってますのでね、フォローの方を増しております。はい。今回はウイスキー初心者が飲んでみたシリーズ、ベンドマック10年の動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。